女子プロチームはサンフレッチェ広島レジーナです。サンフレッチェ広島は9月に開幕するサッカー女子プロリーグ WE リーグに参入し、サンフレッチェ広島レジーナとチームの呼称が決まりましたよね。浩二さん、やっぱり女子のプロサッカーが誕生して、広島のサッカーが盛んになると思いますし、女子でもね、サッカーをやられている子どもも、ね、たくさんいると思いますんで、一つこう目標に、なるような存在になったかなと思います。住谷さん、このレジーナができて、こう女性としてどんなところにこう注目してらっしゃいますか？そうですね、プレー面で言うと、私女子サッカーもちょっとお仕事で携わらせていただいたことがあるので、結構男子のサッカーと違って背丈の差がそんなに大きくないかなっていう印象はあるので、その分地上戦が楽しみかなっていうところ。男子と違ってですね、そのスピードでしたり、フィジカル面では劣るとは思いますけど、どちらかというとロングパスよりもショートパスをしっかりとつないで最後ゴールを決めるっていう形の方が増えてくると思いますんで、男子のスピード感には劣るかもしれませんけど、しっかりとこうパスをつないで最後はフォワードの選手が決めるみたいな、そのチームで得点するっていうところをね、注目して見てもらいたいかなと思ってます。あとはファッション面、ファッションヘアアレンジであったり、そういったところで真似したいって思うような選手が WE リーグから出てきてほしいなって思いますね。浩二さんはこう注目している選手とかいらっしゃいますか？キャプテンでもある金賀選手は注目したいですね。世界でね、本当女王を経験してますし、世界大会ね、ワールドカップで優勝して、国民栄誉賞も受賞されている方なので、まずはやっぱ金賀選手にね、皆さんね、注目してほしいなと思います。じゃあそんな金賀選手が引っ張るレジーナ、5月8日から4試合のプレシーズンマッチに臨みます。どういう風になっていくのか楽しみです。近い、みんな近い。今日もう混乱してるな。誕生日はもう毎回みんなに水かけて、誕生日じゃない人も被害になってるみたいな。もう恒例なんですか？そうです。じゃあみんなこう誕生日だったら覚悟してるんですか？はい、誕生日じゃない人も覚悟してます。なんか仲いいですね。雰囲気はすごくいいかなって思います。ノエは愛媛にいらっしゃって、こう広島に来られたわけですけど、こう練習環境ってどうですか？そうですね、愛媛の時は、夕方の練習だったので、仕事してから、練習っていう形で、こっちではもうサッカーが朝練習して、でも午後からは自分の時間っていうのがあるので、本当にサッカーに集中できるかなとは思ってます。広島で来て、みんな新しい選手と一緒になってみてどうですか？メンバー的には結構、知ってる選手が多くて、関わりのある選手も多かったので、すんなり入れたかなっていうのはあって、
まあ、練習の中でもやっぱり最初は分からないことばかりやったんですけど、まあ、徐々にこう個々のこう色を出し合って、まあ、それが今やっと合ってきてるかなっていうのは感じてます。9月 WE リーグが開幕しますけど、はい、意気込みを教えてください。そうですね、まあ、9月開幕の前にやっぱり今週、プレシーズンマッチも、あるんで、まあ、こう新規チームとしてやっぱり期待されてる分も多いと思うんで、まあ、その期待に応えられるようにまずはそのプレシーズンでしっかりお見せできるように頑張っていきたいなと思います。そのプレシーズンでこう自分のこういうプレー見てほしいってありますか？やっぱりフォワードなので、まあ、得点するところはぜひ見てほしいなっていうふうに思いますし、まあ、ゴール前で、ボールに絡んでいるところは、まあ、見てほしいかなと思います。このプレーは他のフォワードに負けないっていうところってありますか？まあ、前線でこうボールキープしながら、まあ、時間を作るっていうのは、まあ、自分の強みだと思ってるんで、まあ、そういったところは自信持ってるところです。40キロの衝撃を受け止め歩行者を車両から守る。スチール製ガードパイプに独自のユニットを組み込むことで衝突・衝撃の受け止めが可能になりました。これからの車止めは注意喚起から安全確保へ。歩道に乗り上げた車に歩行者が巻き込まれる事故やアクセルとブレーキの踏み間違いで店舗に突っ込む事故が後を絶ちません。サンポールは車止めによって交差点や店舗での事故被害をより少なくするため製品開発に取り組みました。研究を重ね衝突実験を繰り返し40キロ衝突対応型車止めインパクトブラードが誕生。安心安全な未来を目指してサンポールは走り続けます。あなたにぴったりのフィットネスジムあります。フィットネスジムベースワン会費プランは月額1100円から目的や利用回数に分けて18種類、あなたに合ったプランがきっと見つかる。2021年8月29日広島でライブサーキットイベントスーパーロックシティ広島2021が開催されます。広島で活動する40組のアーティストが出演予定。会場はオールマイティをはじめ全6会場のライブハウスで開催。さらに高校生バンドは出演をかけて予選会を5月5日に開催します。高校生予選会の参加バンドも募集中です。主催はスーパーロックシティ広島実行委員会。正田建設株式会社は4月で創業102周年を迎えました。次の100年へ社員を育て地域に愛される会社を目指します。会社説明会は随時開催。詳しくは正田建設のホームページまたはツイッターをご覧ください。